錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日は旬な人占い。はい、週の初めはね、旬な人占いと。はい。今回はですね、はい、まあ旬、まあまさしく旬なんですが、はい、こちら、ゆいさん。ゆいさん。フラワーフラワーというバンドの、ボーカルの女性ですかね。はい、そうですね、ですよね、ちょっとこちら読ませていただきますけれども、はい、シンガーソングライターで4人組バンドフラワーフラワーのボーカルのゆいが今年8月に離婚していたことが分かりましたと、うん、先生がね、以前この番組で離婚で運勢が上がる場合もあるとおっしゃってましたけれども、ゆいさんの場合はどうでしょうかと。なるほどなるほど、ね、先生に見ていただこうと思うんですが、ハイエナのごとく人の不幸にね食らいつくこの番組ですけどもですねまあ離婚が不幸かどうかわからない話なんですけども、うんうん、でまあ彼女のまたこう生年月日を今回見まして、はい、であとまあテーマ的にもちょっとやっぱりその離婚っていうものが運勢上げる場合と下げる場合があるよっていうのは、ね、まあ占い師的には確かに興味深いというかですね、うん、結構いいテーマだなと思ってるわけなんですね、はい、で配偶者っていうのは、運勢にすごく影響を与えるものなんですよ、はい、でもいわゆる相性ってあるわけですけども、うん、結婚相手に限らずね、うん、異性の恋愛でもいいし、あと仕事上のパートナーでもいいんだけども、うん、他人との組み合わせってやっぱりとっても影響するんですよね、うん、でただ世間ですごく誤解されてるのが、相性がいいと気が合うはずだっていうなんか思い込みがみんなあるんですよ、はい、で逆に言うと気が合うから相性いいでしょってみんな思ってしまうんだけども、うん、それと相性の良し悪しは実は全然関係ないです、うん、だから占いの相性の良さっていうのは、うん、すごくドライで冷たい見方をして、うん、その人が私の運を上げてくれる人が相性のいい人なんですね。はいはいはい。だから例えばすごく仲が良くて気が合うんだけど、うん、ダメになってく2人っているんですよ。この人と付き合ってからとっても楽しいんだけどどんどんダメになってくみたいな、仕事は塞がるわね、病気にはなるわみたいなのもいる、うん、で逆に例えば仕事上なんかで多いですけど、はい、すごく個人的には絶対付き合いたくないやつなんだけども、うん、でも成果は上がるやつっているんですよ。だからいわゆる何ですかね、ライバルというかその刺激をもらえ与えるというか、うん、それがね面白いことに、うん、その今 の, その相性が悪い人でもね、感情と比例しないところが困ったところで、うん、実際にその意地悪するとかなんとかじゃなくっても、あるいは助けてくれるとかじゃなくって、ただいるだけで自分の運が上がったり下がったりするんですよ。でそういうのがありますので、だからその離婚っていうのがね、たまたま間違えて運を下げる男性や女性と結婚しちゃった場合に、別れたことで本来の自分の運に戻れるっていう場合があるわけなんです。で彼女の場合っていうのはね、ただ、そこまで言ってあれなんですが、別に旦那さんが足を引っ張ったとかそういうことではないんです、うん、でただ彼女の場合はこの星から見た時に、夫がいなくても別に一人の運でやっていける人なんです。だから今回離婚によって彼女の運が激しく下がるとか、うん、こっからもうガタッとダメになるとかってことはなくって、うん、なんていうかな、旦那さんの存在がそんなにこの人個人の運勢に影響しないというタイプの人なんですね。だからおそらく別にダメージはないと思いますし、なるほど、うん、でなんか確か双子のお子さん産んでらっしゃるんですよね。そうそうそう、お子さんもねいらっしゃるって。そう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 。でしかもなんか結婚してまだ2年ぐらいですよね。2、3年ぐらいのもんだったと思うんですけどもね、はい、まあ、だから変な言い方ですけど、特にその運勢的に配偶者を必要としない人は別に一人になってね、うん、自分一人の運で生きていけるわけだから、うん、でもし占い以外のその要因、現実要因で合わないところがあると、なんとなくこう一緒にやっていけないなと思った場合には、はい、僕は躊躇なく離婚してしまってよかったと思いますね。うん、この辺が占い感覚の違うところでね、やっぱり結婚っていろいろその何て言うかな、社会的な影響力がね、手続きであるとか法律問題であるとか大きいから大変なんだけども、はい、原則として占いの考える人間関係って今言った相性のいい人とつながるべきで、うん、相性の悪い人は人間関係の断捨離で切るべきなんですよ。人間関係の断捨離、そう、人間関係のメンテナンスってやっぱり必要なわけなんですよ。なるほどね。そうだから俺この番組で長谷川さんとくっついてからもう運が悪くて、いやなんでだよ、いやいやいやそれ人間の断捨離やめてください。銀捨離ご飯ください、お笑いの銀捨離、いやいやいや、まあまあまあ、
なるほどね。まあまあ、まあ、じゃあこれからですから彼女は別にこれであのダメージ受けることはないと思います、はい、ですからファンの方、ご安心ください。はい、はい、ありがとうございました。今後の活躍に期待したいと思います。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、以上です。